毎度、フジモンです。ちょっと周りガサガサしとくけど、今日もあの前回行った見せるのイベント、ハンドメイドマーケットのイベントに来てます。会場内でちょっとあの音楽のイベントも兼ねてるんでちょっとうるさいですけど、音拾ってるかなですけど、ちょっと見て回りたいと思います。なんかできもできてんな、あ反対か、出回ります。うるさいな、声張ってね声、はい今日あの見せるに来てますよ、見せるに、はい、はい、説明しました。あ、そうですか。どっか気に入るブースありました？いろいろあるからね。ランチューランチューもや、あんな雑貨おしゃれやな。これ何いいな。YouTuber やる今日声張っとんな。これええ思えんか、お前、これノリの、これってこれって水いっぱい入れても大丈夫なんですか？もう入れて、はあ、メダカ入れたりとか。ええー、なおしゃれやなこれ。買いんか買いんか。YouTube 上げていい？大丈夫？ YouTube 上げていい？この撮ってるやつ。あ、はい。特に顔とかは撮ってないんで。もうやん、もうやん、もうほら、もう見ていても何にもせんのね。もう、濁らない砂使ってるんで。そうこの瓶がええよ。瓶かな。水入れてお渡ししていいなら水入れてメダカ出しますけど。これ蓋はついてんの？一応蓋はあるはず。え、蓋あ、こりちゃん。蓋ありますよ。ちょっと買ってください。もや。いいですよ、何個でも。ただこうやって持っていかないと。一応袋はあるんですけど。帰るときもらうわ。お嬢ちゃん、これも、え、これも、あ、これまた、これ済んで、また、飲ますわ。あ、いいですか、これや。どっちがいいかな。よ、から。さ、松って入った方がいいんちゃう。松吉やから。松吉やから。松吉。こっちで。こっちで。はい。よくできますね。はい。メダカ渡しときます。はい。あります。はい。なんやったらランチューでもええでって。ランチューちょっと入れないか。せやな。YouTube だけ入れといてもらったら。
か、ここにもメダカあるけどね。ねえ、こっちにだったの、この竜の瞳、これ。なんか竜の瞳。おれへん。あ、おるおる。これじゃピンポンパールなんかでも、ブクブク入ってへんな。ピンポンパール。面白いな。面白最終的にもう最後の方もうビニールテープだらけになってたから空気が抜けたりとかして、じゃあもう作っちゃいみたいな考えとってや。体験したら日本のグラス日本のグラスちょっとえ言っときますか。ちょちょそう、寝屋川っすか。まあ、多分うまいこと実家が高砂なんで、それでちょっと前乗りして行ったりはしてるんですけど、ちょっと YouTube やったんですけど、これ一回動かしてもらうって いいですか。もうちょっとしたらちょうど体験しはるんで、あ、そうなんだ。その時全然撮ってもらってもいいですし、いいですか。また後でまた回ってから来てもらってもいいですか。これもらっていいですか。はい、それは全然 YouTube 乗っけてもいいですか。全然いいですよ。これは大丈夫です。ありがとうございます。
にちは。こんにちは、はじめまして。なんかカメラをしながら話してきはったんですけど、今日は何をなさってるんですか？いや、今日は出店してないんですけども、はい、来たる11月3日に、はい、ここから北へ10キロぐらいの市川町のリフレッシュパークというところでイベントがありまして、はい、市川市リフレッシュパーク、市川町ね、あ、ごめんなさいちょっとこの辺の人じゃないです、はい、市川町リフレッシュパー ク、はい、で同じようなドームがあるんですけど、はい、そちらの方で、自作品の販売とか、はい、フリーマーケットとかっていうのを開催しようとしてます、はい、で、参加者の方とかまた見に来ていただける方ということで宣伝しに来ました。 ありがとうございます、はい、主催者の方、はい、そうです。ビデオカメラ持ってるの YouTube やってまして。あ、そうなんですね、はい、何で検索したら見れるの？あの DIY フジモンで検索して、はい、まだあのチャンネル登録1000人ちょいのチャンネルなんで、はいはい、ぜひぜひ見てみたいと思います、はい、見てください。今日のこの様子も、はい、撮ってます。これも、はい、ありがとうございます、はい、え、もう一回 DIY フジモン、フジモン、はい、DIY フジモン、はい、みんな今携帯で DIY、はい、あ、なんか急にチャンネル登録よろしくね、はい、DIY フジモンでチャンネル登録、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、で、イベントの方も受付してますんで、ミラーも持ってきたんですけど、はい、ミラーも持ってきたんですけど、ジモティとかでも出してるんで、ジモティとかだったら、まあ、はい、なごみフェスって言います。風が強い、今日は風が、今日は風が、はい、今日は風と戦う日です。なごみフェス、はい、なごみフェス、はい、こちら今日、最後までいかがですか？いや、もう帰ります。帰りますけど、はい、帰ります、はい、はい、じゃあこれに出展したい人は何でしたっけ？まあ、私見つけて、あ、はい、こちらのお兄さんを見つけて、ジモティに、ジモティの方から、はい、はい、ナゴミフェス検索していただいてるんで、はい、ジモティからナゴミフェス、ちなみにナゴミは数字で753です。はい、ひらがなで検索しても出る、引っかからない、引っかからない、753で、はい、753、はい、ぜひお願いします。検索してください。はい、はい、言い残したことはないですか？ないです、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、DIY フジモンです、フジモンさん、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあマイクと交換しましょう。はい、はい、それではあと、はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます。自分で撮ったで。じゃあ、皆さん、ゆっくり、今かすんねん、今かすんねん。ご飯食べたり、休憩したりしてください。あと10分の12時50分から、また後半の部が、おがぐらいが始まりますので、それまではゆっくりお回りください。すごい見た、あの、あの人一緒だったこれ。サンドブラスター結構得意なの。そうだ、マジでマジで名刺ケースとかいろいろ昔やっとって。そうなん、うん、会社にこれ、まあ、アストロとかいったら2万とか3万とかでそこでサンドブラスター売ったの。そう、これぐらいの距離でスタートしてもらったら、ちょっと待ってくださいね。いや、はい、やってみましょうか。はい、でずっと押しながら動かすのが、ああ、うまい。で、まだやっぱ早いですね。もっとゆっくりやめてください。君の場合はその中のところも、そう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 、もうちょっと忘れて、これでいいですか？はい、これでいい。まだちょっと削れてないところは後で修正するので、まあまずはザーッと。プレッサー静かやな。めっちゃ静かや。プレッサー静かや。
どこに興味湧いてんねん。そう、できるだけ静かなの買いました。スーのその中忘れる。言ってるって俺はサンドプラスター結構プロやね。ギュッと押してもボタンをギュッと押しても勢いでいきますね。こっちの面だけやった後ブロかなこれ全然回数上がる楽しくなってきたらなんぼでも違う。帰って作ろうかな。ショーケースあるし。いやまだ全然でか。そんな専用の道具持ってないし、ね、ったりとかこれ開けるのもめっちゃ大変やな。丸か、ああ持ってないから。え、これは何これ？これ中あのハンドグラスとか砂がこう舞うんですよ。待ったらもう何も見えなかったんで。ああ、それでここで吸引して。何も見えないと、これなしでここ開けたからもう、そこやから、どういうことですか。砂で砂が切れたら、ちょっと砂をしますね。そのままの引き出さに。あ、してもらっていいですか。はい、ね、どうでした。面白かったですね。筋行きましたよ。僕は、ね、仕事で塗装しようから、あ、塗装工なんですよ、部品の塗装、うん、あ、じゃ あ, あのガンとか使われる、はい、毎日朝から晩まであのこのエアガンで塗料で、あの20リッターの塗料で調合して色70 の, あのミッションとかやつを塗るんですよ。だからちょうどまあ絵がないんですよ。本格的なやつを予定したことがあって、ああ、はいはい、どこ行った時にこの手軽でくって思いがあったから、これいいっすよね。なんか自分で作れそうですもんね。これええよ、あの本格的なあのこれね、あのアイアンのショットにあのブレーンの、はい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 、あれと一緒やもんね、容量は。そうですね、うん、これだコムター夏休みとかね、ああいうとこに宿題に来てもらいたいぐらいね、何しようかなってぐらいなんからね、うんうん、だからこういう風にしたくて、うん、できへんからこういう機械作ろうって発想がないから。そういや僕もこんな大きい機械しか思いつけるからね。だからアストロ行って買おうかなとかそんな発想しかないから、うん、だから似たようなことしよう思ったらもうペーパー掛けしたり、あーシール貼ってペーパー掛けしてブラスト風に見せたりとかはしよったけど、だけどええー、なこの辺作れるんだな、うん、ええー、よこれね、ええー、いいっす。いや僕だけじゃなくて子供さんでも自分楽しめるから。そうやね、僕らでも楽しいからここ毎日使うもんやからね、うん、いいからね、うん、動かないかなーって言って、皆さん考えちゃったけどね、どうであったか、うん、こういうの考えて作るんだ、俺すごいと思うわ。参考にしよう、早速帰ってこれ真似すると思う。せーすよ。早速真似しますわ。真似してください。ありがとうございました。広めてください。すいません。